やあみんな。私だ。ガチムチ子だ。スチームコントローラーは日本で正式に発売されてから紐浅く、日本語で解説してるサイトはまだ少ない。私は購入後どう設定すれば良いのかわからなくて、やきもきしてしまった。設定して早く遊びたい。でも情報がなかなか見つからない。そんな悩んでる方向けに、スチームコントローラーの解説動画を作成した。 設定すべてを解説すると膨大な量になるため、これさえ押さえておけば大丈夫。という設定のポイントをまとめた。今回はフォールアウト4をもとに解説を行う。何分何秒に各解説が行われるのか、動画説明欄にリンクを貼ってある。不要な項目は飛ばしてみていただければと思う。では説明、スタートうおぉー スチームコントローラーの魅力。ゲームパッドとマウスキーボード操作の良いとこどり。ゲームパッド操作、マウスキーボード操作、それぞれの良いところは、例えば次に挙げられる。ゲームパッド操作。ジョイスティックによるアナログ移動。寝転びながら遊べる。マウスキーボード操作。マウスによる正確な照準合わせ。エイミング。多数のキーによる簡易操作。 Steam コントローラーは、これら両方の良いとこ取りを可能にするデバイスとなっている。ジョイスティックはアナログ移動、右パッドはマウス操作といった具合にだ。ただし、ゲーム側の制限により、ゲームパッドまたはマウスキーボード操作、両方同時に利用できない場合がある。フォロワート4でもその制限がかかっている。よって今回は、マウスキーボード操作を基にしたカスタマイズを行う。ジョイスティックのアナログ移動の恩恵を受けることはできないが、 横になりながらマウスキーボード操作を行えるのは大変魅力的だ。スチームコントローラーの魅力。ジャイロセンサーによる精密な照準合わせ。スチームコントローラー購入後、FPS ゲームで敵にどのように照準を合わせれば良いのか、はじめとても戸惑ってしまった。右パッドで敵にカーソルを合わせようとしても、細かな照準合わせができない。 しかし、ジャイロセンサーを使ってみて世界が変わった。マウスとほぼ同じ感覚で精密に照準を敵に合わせることが可能になる。今この照準は、スチームコントローラーを8の字に実際に動かしている。これでエイミングも自在だ。スチームコントローラーの魅力の大半は、ジャイロセンサーにある。と言っても過言ではない。前準備。 ス t e ームコントローラーを起動して設定開始。ス t e ームコントローラーの設定を行うためには、Steam コントローラーの電源をまず入れる必要がある。電源を入れるには、Steam コントローラーの中央のボタンを押そう。電源が入った後は、Steam ライブラリーのゲーム項目右クリックで、ス t e ームコントローラーの設定が行える。また、ゲーム中に中央ボタンを押すことでも設定変更が可能だ。 前準備。スチームにゲームを追加。スチーム以外で購入したゲームをスチームコントローラーで操作したい場合、スチームクライアントのゲームを追加ボタンでアプリケーションを起動するエグゼファイルを指定する。例えば私は Uplay で購入した The Division を設定している。前準備。テンプレート利用。最近のゲームならば、あらかじめ設定は用意されている。 ゲーム会社が公式で用意をしていたり、他の人が公開した設定もあるので、まずはそれらを試してみて、自分好みに少しずつカスタマイズしていこう。基本設定、ジャイロセンサー。スチームコントローラーの魅力でもお伝えしたが、まずはジャイロセンサーを利用しなくては始まらない。例えば FPS ゲームの場合、ジャイロセンサーを用いることで、マウス操作と同じ感覚で精密な照準を合わせ、 エイミングが可能となる。ジャイロセンサーはこの箇所で設定を行う。入力スタイルはマウス。ジャイロ有効化ボタンを右タッチパッドにする。これにより、右親指が右タッチパッドに乗っている場合のみ、ジャイロセンサーが有効になる。 スチームコントローラー自身を動かして、目標を自在にエイミングしよう。今回は設定していないが、右方向、左方向、傾斜のバインドを設定すると、スチームコントローラーの横方向の傾き加減によりバインドしたキーが発動する。リンーン動作を任意に行うことができる FPS や、レースゲームでハンドル操作を行いたいときに利用できる。 基本設定。ジョイスティックでの移動設定。ゲームパッド設定が有効になるゲームの場合。ジョイスティック移動に設定することで、アナログ移動が可能になる。キーボード設定で移動を行わせる場合。十字キーに WASD を割り振る。さらに、フォールアウト4のような、押している間歩くというキー設定が可能の場合。 追加設定でアウターリング設定を行おう。これである程度擬似的なアナログ移動感は出せる。アウターリング設定は、スティックの傾き具合で押されるキーを指定できるものだ。アウターリングのバインドに、歩くキーのバインド。私の場合は V キーを歩くキーにしている。そして、アウターリングのバインド反転をオンにする。反転設定をオンにすることで、 ジョイスティックを少し傾けると歩くキーが押され、ジョイスティックを大きく傾けると歩くキーが離される。これによりジョイスティック一つで歩きから通常移動へのスムーズな移行が可能となる。基本設定、右パッド視点操作。入力スタイルにマウス。 トラックボールモードをオンに設定する。好みで加速度を付け加えても良い。トラックボールの転がるような操作によりゲームパッドでの視点変更が楽になる。また、クリックアクションやダブルタップのバインドにキー割り振りを行っておくのも良い。クリックアクションにオルトキーを設定することで スコープの AM 時に息を止めることができる。またダブルタップにスプリントキーを設定することで簡単に走ることが可能だ。基本設定、左パッド、パイ型メニュー。武器やアイテムをショートカットキーに割り振れる場合。 左パッドにパイ型メニューを設定しよう。自在に武器やアイテムの選択が可能となる。フォワー a r 4のデフォルトショートカットキー、1から0、マイナス、イコールを割り振っている。各項目にアイコン設定を行うことも可能だ。難点として、ジョイスティックで移動しながら、 左パッドのパイ型メニューを操作するのは難しいという点が挙げられる。敵に襲われている時に回復アイテムがすぐに使用できないというのは致命的だ。これに対しては次に説明するアクティベーターやモードシフトを活用しメイン武器や回復アイテムにすぐ切り替え可能なボタン設定を行おう。拡張設定アクティベーター アクティベーターはボタンを普通に押す、二度押しする、長押しするといった押し方により操作内容を変更するための設定だ。例えば A ボタンに対して次のような設定を行っている。普通に押すと決定。二度押しダブルプレスするとしゃがむ。少ないボタンの数で多数の操作が可能となる。 アクティベーターを設定する方法は、ボタンのバインド設定で、キーボードが表示された後、アクティベーターを表示を押す。注意点として、ゲーム側で二度押しや長押し操作が、初めから用意されている場合がある。Fallout 4では、リロードボタン長押しで武器を構える、構えを解く。 ピップボーイボタン長押しでライトオンオフといった操作が割り振られている。スチームコントローラーの設定と被らないように注意しよう。拡張設定、モードシフト。モードシフトは特定の操作箇所に対し、どこかのボタンが押されている場合、違う操作機能を割り振るという設定だ。例えば左タッチパッド操作はパイ型メニューに設定しているが、 背面右グリッドボタンが押されている場合は、十字キー操作になるように設定している。十字キーにより、ピップボーイ上でアイテム選択などを行うことが可能だ。また、同じく背面右グリッドボタンが押されている場合、ジョイスティックはマウススクロールホイールとして機能する。このように、 背面グリップボタンをモードシフト専用のボタンとして設定しても良いだろう。難点としては、モードシフトボタンに設定されたボタンは、現在の設定画面の UI からはとても見にくい。この画面を見ても正直どのような設定が行われているのかわからない。スチームコントローラーの設定がややこしいと思われてしまう理由の一つがこれであろう。終わりに、 以上で説明は完了だ。スチームコントローラーの設定後、キャラクターが自由に動かせるようになると、こういった操作を行うことができないだろうか、といった新たな操作性を模索したくなる。細かなカスタマイズにより、ゲーム側には用意されていない新たなプレイスタイルが可能となるのだ。スチームコントローラーはゲーム性を拡張するコントローラーだと言えよう。今回の説明が少しでも、 皆さんのお役に立てれば幸いだ。それではご視聴ありがとうございました。またの日。